よい町浜中町から見る、夕暮れのシリパ岬シリパ岬は、北海道よい郡ぐん町にある岬。ニセコシャコタンをたる海岸国定公園の一部をなしている。シャコタン半島の付け根にあり、日本海を望む。岬は、標高295.8メートルのシリパ山が、海に落ちるような断崖が、特徴的で、絶壁の下には、 洞窟があるという言い伝えがあり、伝説が残されている。妻を亡くして、寂しく暮らす若者が、ある日、寮の帰りに、シリパ岬の断崖の下で死んだはずの妻が糊を取る、姿を見つけ、船で近づくと、妻は、ホラー穴の中に逃げ込んだ。男が妻恋しさのあまり夢中で、洞窟に入るとそこは死者ばかりが暮らす部落になっていた。その中のある老人が若者に、ここは、 まだ、お前の来るところではない。早く帰りなさいと強く言い、若者は追い返されてしまう。しかし若者はそれ以来、ふぬけのようになり、仕事も手につかず、やがて死んでしまった。このホラーナは、コタンからは、昔より恐れられていたが、それ以来、オマンルパロと呼ばれ、誰も近寄らなくなったという。岬から、シャコタン半島にかけての海岸線には、目を問いは、ロウソク岩。 エビスイは大黒岩などの名のついた基岩が連続し、海岸沿いを走る国道229号から眺めることができる。アイヌ語でサーパスカル、海中に突き出す山の塔を意味する。ありがとうございます。